はい、こんにちは。今日はね、しばらく放置していたドアパネルをビートルの、仕上げようと思います。ドアのオープナーを、ポルシェの RS みたいなあのこうベルト式でね、引っ張るやつにしたくて、まあ、それが一番なんかあのカスタムっぽいとこで、あとはなるべく、簡素にシンプルにするっていうんで、でまあ今バラバラなんですけど、とりあえず、ドアパネルは結構前にアップした、フィアットと同じような感じで、まあ原型から型取りをしてある程度微調整して、パネル作って、この動画の最初の方でミシンでね縫ってるやつ見せたと思いますけど、今回はねレカロの、バケットシートみたいなあのジャージ素材にしました。こうステッチをね入れないと、もう本当にシンプルなただのパネルなんで、それでもまあ良かったんですけど、ちょっと面白くないんで、今回は動画でやってたみたいなこうビスケットパターンっていうね、四角のこういう大ぶりなステッチにしてあります。まずね、今回はまあ純正に戻せるっていうのが大前提で、でかつ、ついてる部品はなるべく、どうにかそれを使ってそのカスタムに使うっていうのを念頭に置いてやってます。でまずね、この窓のオープナー、カバー取るとね、なんかこういう感じだったんですよ。カバー取っちゃいました。なんかアルミの質感良くて、マルサンとかじゃないやつはこれもしかしたら樹脂だけだったかもしれないですね。僕の友達よくねこれ折れてるんで、マルサンはこう中がこういうタイプなんでむき出しにしちゃいました。これ一つで、ねもう一個はこれ結構今回のカスタムのポイントなんですけど、オープナーね、これ今正規の位置でついてるんですけど、まあ、ここにこうフックが来て、で本来はここにこういうプラスチックパーツがいて、でここにこう引っかかっててね、ここのオープナー子がちょっとやるとこいつがこっち側にこう引っ張られてロックが外れるんですけど、今回要はここのフックにねこういうベルトをつけたいわけですよ。ベルトで引っ張りたいわけですよ、こうやって。でここにねこれをこうつけるんだけど、つけるとどうなるかっていうと、ロッドがね、まあ、引っ張るからここにこう引っ張るんですよ。だけどねここが微妙にこう当たるやつが、なので今回はねこの金具をこうついてたのをこうずらす。で、ここ上だけ止める。ラッドこの辺で止まるんで、この支柱に干渉しないですよね。ここで動くから。というわけで、パネルをつけていきたいと思います。仮付けなんですけど、ここがさ残念じゃないですかね。ここただ切り欠き入れてベルト出てるだけみたいな。で今回はですね、こういうものを使います。これね取って引き出しのこういうやつ、こうかな、まあどっちでもいいんだけど、これを、ここにねこういう感じでつける、まあ、そうするとこう切り口がね出ないしね、こういう感じ、これうまく化けますわ。こういう感じで。で、このベルトはね、今どうしようかなと思ってて、まあ、デローン、もうちょっと、こんぐらいの長さにして、
デローンか、この辺にもともといたこの肘掛けの、まあ、肘掛けつけてもいいんだけどな、なんかない方がさっぱりしててあれなんだけど、質感も違うしね、まあ、欲しい人は取ってここにこう戻せばいいんだけど、まあ、デローンにしたいからデローンにしようかな。だからちょっと長さ調整して、取り付けたいと思います。本番取り付けしてみますか。感じで完成です。すっげーシンプルいずれね、もうちょっとしたら、シートもこのジャージ素材で作ろうと思ってて、あとはねフロアもねちょっとカーペットとか剥いちゃって、レーシーにしようかなと思ってます。ドアがねどうなんだろう、これ引き手つけなかったんだけど、で閉めるときはここをね、まあ閉まんね。でこれを開けるときはまあこうでもいいんだけど、こんな感じで開きます。いいね、閉まるし、ここをね、ほんのちょっとだけちっちゃく作ってるんですよ。で、ドアパネル取るときってあの内装用のこうね、レバーっつうか道具があるといいんだけど、こう傷つけちゃうのが嫌で、毎回タオルとか挟むのめんどくさいんで、ここにこう指がスコッと引っかかるように横着でね、ちょっとちっちゃく作ってます。だからここだけ。ここにこう手はめて、やるとガポガポガポって取れるって感じですね。いいね。どうかな、こうかな、どっちでもいいか。感じで開けます。まああんまりいないっすよね。ここにねジャージ素材の人はね。でもなんか、うん、レーシーかっこいいと思う。まあ自己満なんでね。あれだけど、まあ、よかったら、カスタムの参考にしてみてください。では。